じゃあ武藤選手、ナイスホームランでした。ありがとうございます。カットボールだったと思うんですけど、まあ打った瞬間、まあ、風もちょっと頭に入ったんで行ってくれるかなと思って見てて行ってくれたので、まあ感覚的には悪くはなかったんですけど、まあこれからもっといい感覚で打てていけるようになっていければなというふうに思います。そのキャンプ入ってから、その2軍の方で今井さんと結構マンツーマンで指導してくださってたんで、まあ、その動作確認というのは朝確認して、まあ、バッティングやってたので、まあ、それがまあやっぱヒッティングという形でいい形が出たのかなというふうに思います。キャンプはちょっとファームにいたんですけど、今1軍にいるということはやっぱり期待されていることなので、まあ、その中で開幕スタメンを勝ち取って、そしてまあ1年間ずっと試合に出続けて皆さんにいい報告、そしていいプレーができるようにこれから、調整して監督、コーチにもアピールしていきたいと思います。 Yeah YouTube、 YouTube 登録してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。 YouTube、 YouTube 登録してね、